ちゃんのスカシみたいな。いやなんでそんなこんなんやるの。いや違う。あそこ入らないかな。通称やったね。いい看板だねこれね。百名山。百名山来た。登ってはない。あの上にも小屋があるね。一回ほにしよう。ここ湿原です。あ、綺麗。おお。どうですか、住み心地は。もう10年かれこれ暮らしております。どこがキッチンですか。ここです。ここがトイレで、ここが浴室、ここが書斎で、ここが玄関。彼には見えるらしいですね。草草そこすごいわ。いや、万座温泉に入りました。バラフィティ橋の先の崖、じゃあっちなんだね。おかんちゃん、自然情報館。自然情報館ね。おお。え、ほんまの本物の毛皮です。マジで。あれだすごい。それね、後ろから見たらね、かなりやばい。一番柔らかいのはね、うさぎだよ。あ、そっか。うさぎいっぱい持ってる。これ触ってみ。あ、ボヨンボヨンしてるね、これ。うん。調子になりすぎた。かちゃん、脇毛も生えてるよ。うわ、大変。調子になりすぎた。出てる。あ、ほんとだ。ね。でもさ、すごいね、ここ。ね。はい。カブキ。牛が沈むほど深いから、昔この場所で大読みっぽいの。でもなんで牛で例えたんだろう。うん、綺麗だね。めっちゃ透き通ってるじゃん、ね、すごいすごいすごい。これも何もないんだ、うん、ですお。いや、そっちはって感じ。おお、本当だ。さあ、どっち行くかだよ。ここ。左には目もくれない。今に人がいることを知らせるために鐘を鳴らしてください。鐘を鳴らしてくださいって書いてある。頼まれちゃった。じゃあ。
じゃあ。